Thank you.
皆さんこんばんは。本日は、お忙しい中お越しくださいましてありがとうございます。早速ではありますが、紹介をさせていただきたいと思います。本日演奏しますのはアリアドラスプロジェクトナンバー6のメンバーです。よろしくお願いします。そして指揮は浜津清人です。よろしくお願いします。今お聴きいただいたのはジョン・ウィリアムス作曲の、オリンピックファンファーレとテーマでした。この曲は1984年の、ロサンゼルスオリンピックでのために、ジョン・ウィリアムスが、書いた曲です。結構華やかな曲なんですけど、トランペットがすごく難しくて、練習でもすごく苦労した曲です。で、彼らもすごく一生懸命練習してくれて、なかなか大変な曲だなと思いながら練習してたんですけど、ここまでなんとか打ってきてくれました。本当に嬉しいです。はい、ということで、2曲目に移りたいと思います。次にお聴きいただく曲は、ワルツですね。吹奏楽の、課題曲というのがいつも毎年5曲出るんですけども、そのうちの3曲目となります。吹奏楽のためのワルツという曲です。ワルツというと本当に踊れるようなワルツなのかなってこう皆さん思うかなって一瞬思うんですけども、はっきり言って踊れません。はい、もうテンポがコロ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 変わって、もうちょっとじゃあ踊ろうかと思ったらすぐにゆっくりになって、じゃあ進もうかと思ったらおっとっとっと止まったり、いきなり止まったりとかしますんで、本当に何て言ったらいいんでしょうね、本当に踊れないまでですね。ちょっと私の正直な印象なんですけど、とにかくコロコロ変わるというのが目玉かと思います。あんまり喋ると面白くないんで、お聴きいただいて、曲の感じは感じながら聴いていただけたらと思いますので、ぜひお聴きください。では2曲目の吹奏楽のためのワルツです。thank you.
吹奏楽のためのワルツをお送りしました。皆さんこんばんは。カリア総合文化センターの広田と申します。本日は遅い中ですが、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ここで、グラスプロジェクトについてお知らせします。本日のコンサートに出演しているメンバーは4月から始まった6期のメンバーですが、7月から7期のプロジェクトがスタートします。プログラムの2枚目に、赤い文字で書いてあるチラシが、挟んであったと思うんですけど、それが7期の募集のチラシになります。ご興味のある方はぜひご参加ください。はい、それでは、次の曲に行きたいと思います。次に演奏する曲は歌劇運命の力です。この曲はヴェルディが作曲したオペラです。もともとはオーケストラの作品にはなるんですけれども、今回演奏する曲はのは、吹奏楽用に、編曲されたものになります。実は、コンサートで演奏するのは、今回が2回目で、前回もそうですね、5期の時にもコンサートで演奏はしました。ですが、前回よりもバージョンアップした演奏をお届けできると思いますので、はい、で他の曲に比べるとちょっと、曲が長めにはなるんですけれども、最後までごゆっくりお楽しみください。Thank you.
ありがとうございます。ベルディ作曲の、カール・キング運命の力の10曲でした。本当にこの曲は難しくて、私も前回やったんですけど、もう一回やりましょうということで今回チャレンジしました。で、実は、まあ、指揮者でここに立って一番目立つんですけど、私一音も出さないんです。で、弾くのは全て皆さんこちらです。で、本当に私は本当にこういうふうにお願いします、本当に弾いてほしいですって本当に思うことしかできない。どんなにこう、ね、カリスマ的な指揮者がここに立って何しようがということはもうどの指揮者でも出さないんで、やっぱ思うし思ってこの音ちょうだいってしかできないんで、本当に今回こうやって前回今回本当に積み重ねて練習してきて、本当にいいものを作ろうということで、もう本当に精進、まあ、精進っていうかちょっと何でしょう、限られた時間の中でこうやって練習してくださったことを本当にすごく嬉しく思いますし、感謝しております。それにこれを聞いてくださった皆さんも本当に感謝しております。ありがとうございます。では、私ばっかり喋ってると面白くないんで、ちょっと今日は先を変えまして、今回実は新しく講師の先生として入っていただいたパオットの古川先生です。ちょっとお話を伺いたいと思います。お願いします。はじめまして。ただいまご紹介に上がりました古川です。今期よりトレーナーとして携わらせていただいてるんですけれども、実は私ナンバー2、第2回の演奏会の方からファゴットのエキストラとして鳴らせていただいておりましたので、カリアブラスの皆さんとはよくお顔を合わせていました。今回から、毎週、ブラスプロジェクトの皆さんとこう、顔を合わせてるんですけれども、まあとにかく皆さん仲がよろしいです。本当に皆さん仲が良くて、アットホームでとても毎回、楽しく演奏会の本番や、練習をされているなという印象を受けました。とですね、そういう楽しいみたいな、気持ちって音楽にもやっぱりストレートに現れるので、そういうのが毎回伝わるような音楽を奏でられているなという印象が強いです。今後もこういうふうに、カリアプラスプロジェクトは続いていくんですけれども、私はトレーナーとして、皆さんがそういう楽しいとかドキドキワクワクみたいな気持ちが続いていくように、ちょっと技術的な面とか、こういうふうに表現したいのにできないとか、そういうのを少しずつサポートしていけたらなと思っています。はい、長々と喋ると次の曲ができないので、今から、はい、曲の、紹介をちょっとしたいと思います。次の曲はですね、Fly Me to the Moon です。ジャズのスタンダードナンバーとしてとても有名な曲なんですけれども、最近では、エヴァンゲリオンのエンディングテーマとかそういうところでも使われておりましたので、幅広い年代に慕われているのではないのかなと思います。いろいろなジャンルでカバーされていますが、今回はちょっとボサノバテイストになってますので、またちょっと違う雰囲気が楽しめるのではないかなと思います。それではどうぞお聴きください。
ました。ここで、先ほどファゴットの古川さんにもお話しいただいたんですが、トロンボーンの、講師の二藤さんも今回からご参加いただいておりますので、二藤さんからも、お話をぜひお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今期からトロンボーンの講師として参加しています二藤由香です。実は私、地元が刈谷で、藤松のあたりに住んでるんですけれども、本当に地元です。なので、皆さんと音楽を通して、刈谷の皆さんと関われるのが非常に嬉しいです。私の受けた刈谷プロジェクトの印象として、もちろんいいところはたくさんあるのですが、その中から一つ挙げるとしたら、練習の中で基礎合奏をしっかりとやっているところが特に印象的です。普段私個人でいろいろな市民吹奏楽団やオーケストラの楽団にエキストラとして呼んでいただくこともあるのですが、なかなか基礎練習をしっかりとやっている団体というのは少なくって、特にコラールの練習、ハーモニーを作る練習を毎回の合奏でできているのが今のカリアブロスブラスプロジェクトの音を作っているのではないかなと思います。はい、今まではこの隣で吹いて音を聞いてもらって参加することが多かったんですが、今後はいろいろな金管楽器の音の出し方とか技術的な面もまたフォローしていただければいいかなと思っています。さて、曲の演奏に戻りたいと思いますが、次にお送りしますのが氷川きよしさんが2002年にリリースをして大ヒットしました氷川きよしのずんどこ節です。きよしの掛け声でもおなじみですよね。トランペットの味のあるメロディーにも注目をしてみてください。それでは氷川きよしのずんどこ節です。幅広い年齢層で音楽を楽しんでやってる団体であります。
います。で、次にお聴きいただく曲はスーザが作曲した、ちょっとプログラム見ていただきたいけど、夢を超える握手というふうに訳されています。で、スーザなんですけども130曲以上アーチを作ってるんです。私も何曲あるか正確には分からないですけども、本当にたくさんのアーチを作ってます。どっかしらどっかしらで聴いたことあるっていうようなアーチだと思います。今からお聴きいただく曲も多分聴いたことあるんじゃないかなというふうに思っております。ではお聴きいただきたいと思います。ではお聴きください。
だったというふうにお聞きしました。私が注文したのが、そうですね、生前最後の注文だったということにお聞きしてとても感慨深いなと思いました。今回は追悼の意も込めて演奏をさせていただきたいんですが、ディスコキット、ディスコということでとっても明るい曲なので、楽しく演奏できたらいいなと思います。また、この曲を知っている方は途中でちょっとディスコっていうふうに叫ぶところがあるんですけれども、ちょっとそこをもし、ご存知の方がいらっしゃったら一緒に叫んでいただけたら嬉しいなと思います。それでは、最後に曲ディスコキットをお聴きください。
ストオーダーの数と関わることが本当にご縁だな、ある意味ご縁だなと思います。実は本日ですけれども、庄司治さんのオフィシャルファイナンスファンサイトの運営者の尾崎さんがいらっしゃってますけど、どこにいらっしゃいますかね。あ、そちらになります。ちょっと。ディスコキットであると思っておりますので、皆様に愛していただけるような、はい、楽曲と思っておりますので、どうぞ皆様これからもよろしくお願いいたします。1977年の、全日本の課題曲なんですよね。課題曲で30年近く演奏されてる曲とか、そうですね、ね、そうですよねってぐらいです。本当にだから貴重な曲だと思っておりますですね。我々もこうできるだけ機会をつけてね、この曲ができたらなと思いますので、ね、今日はありがとうございました。じゃあもう一度拍手を。ではこれで最後になるんですけど、皆さんもう一曲演奏したいと思います。上を向いて歩こうを演奏させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。Thank you.
です。